お金にの道と名付けられたイベント。佐渡市の相川から小木までのおよそ40キロを2日かけて歩きます。初日は佐渡奉行所で出立式が開かれました。金銀20箱佐渡奉行所より江戸城まで送り届けること受けたまわりました。今年はまた一段とですね、胸が少しワクワクしてるんじゃないかというふうに思ってます。今日歩く道のようにですね、一歩一歩世界遺産登録に向けて進んでいくことになるというふうに思ってます。江戸時代は1日で金や銀を小木港まで届けたそうです。今年は延べ200人が参加。途中実際に使われていた旧道金の道街道を歩き、当時の苦労に思いを馳せました。江戸時代の方がこうやって金を運んでいたんだなと思うと、本当に貴重な道なんだなと思いました。長年の夢が叶うかどうかという瀬戸際ですので、地域を含めて全部で盛り上げていきたいと思います。そして2日目の夕方、小木港の近くにある木崎神社に到着。警護役人から代官に金と銀が引き渡されました。佐渡の金山は今年秋のイコモスの現地調査を経て、早ければ来年6月にも世界遺産登録について審議される予定です。